来なくちゃいけないんだ。10分遅刻。何？厄介くてびっくりした。行こう。え、どこ行くの？大吉山、登るの。なんで？なんとなく。楽器は交代で待つから。高坂さんの真っ白いワンピースと少しひんやりとした青い空気に見とれて、私の頭の中は雪女のお話でいっぱいになった。不安を感じながらも、その美しさに惹かれ命を落としてしまう気持ちというのはこういうものなんだろう。どっちが好き？え？さっきの神社とこっちの神社。私はこっちの方が好き。渋くて大人な感じがする。わかんない？ねえ、何？こういうことよくするの？こういうことって？いきなり山に登ったりとか。私を何だと思ってんの？するわけないでしょ。だよね。でもたまにこういうことしたくなるの。制服着て学校行って部活行って家戻って、なんかたまにそういうの全部捨てて18切符でどっか旅立ちたくなる。それはちょっとわかる気がする。これはその旅代わりみたいなもん。随分スケールちっちゃくなっちゃったね。それは仕方ない。明日学校だし。え、早く。交代。え？楽器。いいよ、これ重いし。ダメ、そういうのちゃんとしないと気が済まないから。じゃあ、なんかあれだね。何？その白ワンピースに UFO 持たせてるの、背徳感がすごい。なんで？足、痛くないの？痛い。でも痛いの、嫌いじゃないし。何それ、なんかエロい。変態。うわ、アプリ暗いと思って入れといた。あ、私本当はさ、前から思ってたの、クミコと遊んでみたいなって。え？クミコって性格悪いでしょ。あ、もしかしてそれ悪口？褒め言葉。中3のコンクールの時、本気で全国行けると思ってたのって聞いたんだよ。性格悪いでしょ。いや、あれは純粋に気になったからっていうか、やっぱりそれ悪口。違う、これは愛の告白。どう考えても違うでしょ。でも私、クミコのそういうところを気になってたの、前から。好きっていうか、親切ないい子の顔して、でも本当はどこか冷めてて。だからいい子ちゃんの顔ペリペリってめくりたいなって。それはどういう。わかんないかな、私の愛が。高坂さんねじれてるよ。着いた。綺麗だね。うん。高坂さんはこれが見たかったの？見たかったって言うとちょっと違うけど、他人と違うことがしたかったの。はあ、地面が星空みたいだ。あれ、お祭りの明かりかな。そんなに塚本が気になる？え、そんなわけないじゃん。そんなんじゃないし。ふーん、そんなんじゃないんだ。うん。ねえ、お祭りの日に山に登るなんてバカなこと他の人たちはしないよね。うん、まあ久美子なら分かってくれると思って。
私、興味ない人とは無理に仲良くなろうと思わない。誰かと同じで安心するなんて、馬鹿げてる。当たり前に出来上がってる人の流れに抵抗したいの。全部は難しいけど。でもわかるでしょ？そういう意味不明な気持ち。うん、わかるよ。香坂さんの気持ち。レイナ。レイナ。私、特別になりたいの。他の奴らと同じになりたくない。だから私はトランペットをやってる。特別になるために。吸い込まれそうだった。私は今この時なら命を落としても構わないと思った。トランペットやったら特別になれるの？なれる。もっと練習してもっと上手くなればもっと特別になれる。自分は特別だと思ってるだけのやつじゃない。本物の特別になる。やっぱりクミコは性格悪い。準備できた？できたよ。何やるの？中3の時やったやつ、送別会の。あれ？好きなの。分かった。